来たか？来たー。え、ちょっと拍手しただけでめっちゃ疲れちゃった。おいおい、準備満タンだぞこっちとら。これさ、あれするやんけ。やべ、あべ、ゲボ吐きそう、危な。ゲボ吐きそうになった。ちょっとタイトルをね、満たスナイプで終了にしようかなと思ってます。オッケー。くん、こんに、おくこんにちは、こんばんは。もう準備万端です、私は。これさ、ちょっと見てほしいんだけど、俺なんかね、頑張ればもうトップ100入れるんだよね。っていうか実力的に、これやばない？音出てな。ミチャリンが詰めにくい。これさ、最初のセガみたいなやつ言わなくなったんだね、最近。こんばんは。よし、やりまつか、やりまつか。ちょっと待ってね、出てんだけど、ランクマッチで、これやってトップ100、広告数字は当たり前やん今のところはね。エンペラーとか来たら、えスンドゥブに勝つには、え、これどうやってんのこれ。これ今さ、567位なんや。コロナなんよ。あれ、コロナなんよ、今。567。え、でもさ、1回やるだけで、いや、じゃあ300にしよう。あー、ちょ、ごめん、ちょ、今、まだ。300。まだ間に合う。300にします。ごめんなさい。3。まあ、もしくは、三田さんスナイプで即終了や。いきます。三田さんスナイプで即終了です。こちら。よろしくお願いします。カコさん、カコ様、もー広告収入以上で終わりです。100再生ぐらいですけど終わりました。広告収入以上で言ったやん。だからエンペラーはやめてねって言ったやん俺。もー金暮れゆうけ。いい名前ですね、金暮れゆうけ。いきます。もうこれ、いや、ちょっと集中しよう。あ、待って、これ何族？あ、これあれや、じゃ皇族じゃん、あのエキスパートや。いける、エキスパートなら。ね、これでさ、マスター隊から下がります。あ、てかマスター隊いないか。そんな全国に500人ぐらいしかいないんだから、そんな貴重な人材がここにいるとは思えない。え、金のつって判定緩いんじゃないの？え、下がるの？え、下がるの？え、最悪なんだけど。え、どうやってやんのこれ。てか椅子と席近っ。え、最悪なんだけど。え、本当に？本当に下がんの？なんかゼロ粒とかになるじゃないの？レレレレレレ。え、やだな、下がったら。あと数回勝てばいいのに。ゼロで耐えるよね。そうだよね。てか、ここにいる人たちマスター隊いないでしょ。いや、もう AP だ、この人。キモ。いや、カコ様バチキモいわ。 AP だ。いや、下がんないと思う、多分。あの表記の方法がなんか下がる感じじゃないもん、マスター隊って。いや、キモ、このレベル AP は。てか俺そんな下手じゃないし今回。いや、下手か今回は。いや、うざ、このレベルで争うのきっつ、だるいなぁ、このレベルで争うの。31以上で AP したらスパチャ送る。うん、じゃあ
いいよ別に送らなくて。いやうざいわこのレベルで。じゃあ次負けたら落ちんのこれ。最悪なんだけど。またこれさ2にしよう。え本当にこれ、これさワンチャン三田さんと当たんないかなって思ってるんだけど当たんないか。そうこれだとねちょっと右寄りになっちゃうんですよね。こうしてこうか、よいしょ。え、これさ、マスターゼロから下がる瞬間ってあんのかな？これ、もしかして。諦めない、諦めませんけど。え、でも 31AP したんやったら別に31独自やれよくねってなりません？あざす。下がるん？え、俺下がんないと思ってた。え、だる？それ。今何位？ちなみに。え、めっちゃ下がってない？それもしかしたら。800になっちゃった。あーもうクラス最下位なんだけど俺マスタータイ、え、マスタータイで800人しかいないんだ、少な、全国800人しかいないんだ。え、すごいねそれ、800人しかいないんだ全国で。俺今のところ全シーズン優勝っていうかマスタータイ行ってるよ。誰、ああもう苦手、俺終わったかもしんない。え、これどうやってやんねんこれ。マスターでも最初、え、これどうしようかな、これさ、これゲーやんな、これゲー。おい危な、いける、いける、いける、これも著作権。いや勝てるなこの人は多分マジで、あそこの運ゲー次第。いけるいけるいける、ごめんな、もらってくでお前のフォーネグリフ。はいで右からワンチャンフルコンもあるぞこれ。ごめーん、やばいやばいやばい、よかった向こうも見捨てる。てかさ知らな、てかさこの辺の曲さもうさバーチャルシンガーバージョンの超鬼ムズの曲しかないからさあれなんだけど、著作権引っかかるしかない。よくできんね三田さんとか。あもう絶対勝ったわこんなん、もうナメプしても勝てそう。これマスター隊じゃないんじゃないこの人。おいナチョスの何さん、なんか調子乗ってるよな、危ない。やあそこゲーだからな、あそこミスったら全然死ねる。いやーごめんな、なんか向こうもそんな弱い人じゃないと思うんだけど。いやでも死にかけてるわ、これいただいてます、いただきますわ。なるほどね、マスター隊じゃなくても当たるんだねこれ。てか800人しかいないんだ、なんか5000人ぐらいいると思ってたマスター隊って。そんな難しくないよねだってマスター隊って。え、でもさなんかみんな生きてなかった、なんかマスター別にそんな誰でもいけるみたいに言ってたけど全然800人しかいけてないんやけど。なるほど、まあねすいませんね、もらっていきますね。多分マスター隊の方じゃないと思うんですけど、スプラの VIP よりむずいんや。でもさもともと1万人ぐらいしかいないんじゃない、このランクマッチをやる人っていうのが。ランクマッチ飽きたっていうかさ、これなんかあんま別に思んなくない、ランクマ上位勢の方が何を目的として1位だったらまあ分からんでもないけど。何それ、
ごめーん多分お前には負けないわ。ごめんな。この指原オラフの声優アートはエースアナルみたいな方絶対負けんわ、あなたには。ごめんなさい、めちゃくちゃかそってるわ、ちょっと今。ごめんね、ほんとに。いや、1位でもしょうがないのダメだよね。そうだよね、この人絶対負けんわ俺。てか何この曲、こんな曲あったっけ。え、何この曲っていうか、あーこれどっち、原曲ボーカルでやりたくないんだけど。うわ最悪、原曲ボーカルでやりたくないっつってん。あれこの人30うまい。あんま舐めてると負けるかも。最悪、全部著作権引っかかる今のところ。いやもう歌ってもね、ちなみにもう G エンペラやってるから意味ないっていうね、所定で。いいね、ここの配置好き。あーこれあれか、思い出した、この曲結構最近のやつやん。ニューラッタンニューラッタン、これ思い出した、これね。ニューラッタンニューラッタン、懐かしいこの曲、先月ぐらいじゃない。あれこの人マスター隊か、危なかったね今。はい、勝ちますよ。よかった、さっき一人分乱数調整しといて。はっ、何これ何これ何これ、リズムがおかしい。え、最悪、こいつ AP 通過かよ、しかもここ。え、うまっ、何最後のリズム意味わかんな、きっしょリズム。先に言えよそれ。え、何このキモいリズム、最後音合ってるちゃんと。え、最悪なんだけど。あ、でも1個もらえるんだ粒。ランクマつまらん。なんかランクマ、え、やってんの？やってないっしょ。だって800人しかいないんだよ、マスター隊。さ、また同じ人じゃないこれ。全然違う。何これ。待って、誰？ CXRN 猫、最高。多分中国の方やな。なんか猫のフォント気持ち悪いもん。猫の文字のフォントなんか気持ち悪かったもん。ランクマ半年ぐらいやってね、なんか、あんま、まあ面白くはないよね。まあ確かにランクマッチっていうのは。あ、連勝切れてる、消えてる。あ、やばいやばい、ちょっと待って、マスターじゃないから知らん俺、なんなら。いやマジわかる、ランクマ運ゲーだな確かに。てか難しい曲しか来ないね。なんか29とかもう来ないのかな、マスター隊は。新鮮、最後の振り。
知らんし、てかフリックどこ、なんかフリックずっと意識しちゃったわ。え、なにこれ、こんなんやらされんの、マスター隊。もうほぼ初見なんだけど、もうエキスパートとかただのレベル30を初見でやらされた人。え、だる。もう一回行きましょうか。え、これ下がりたくないな、やだな、これ下がりたくないな。でも下がるよね、やり方次第では。やめたくなるね。まあわかるわかる、やめたくなる。 SSK アットスマホ勢佐々木さん、あ、エゴロックはね結構譜面やったことあるからわかる。なんかワンツースリーファッキューみたいな、トク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 みたいな感じでしょ。そんでね、指押しもないからこれはいけそうな気がする。多分いける気がする。エゴロックはいける。この人前からなったんだけど、なんかキモいわこの界隈。誰この SSK 誰やねん、何がうまいねんこの人。あ、原曲ボーカルでした。あ、これ決勝じゃん、キッズたちの。あぶねー、こびへつらうその姿。はい、両目塞いで。危ないよ。これ譜面楽しいね。わかる、これ世界バージョン違和感あるもんな。バイバイ。最後どうだっけ。オッケー。いや、おもんないっす。これで同点で動かないのおもんないっす。31 AP したぞ、誰か褒めてよ。いや、マジでこれでドローおもんないわ。なんで俺カイトなの、ほんで。え、このレベルなん。大変ありがとうございました。本当に嘘やん、絶対嘘やん、絶対嘘やん。今作ったでしょ、適当にアカウントと名前。正直言うてみ、嘘やん、チーム嘘でしょ。 ABC、 あー、終わった。ごめんごめん、ちょっと手、降参、無理、絶対無理。もう絶対無理、俺これ。え、もうガチ絶対無理やわこれ。もう全然もう無理なっすわ。千原ジュニアみたいになってるし、でも全然無理なんすわ。いや、マジでこれ無理なんだけど。あ、向こうも無理か。あ、これか。うわー、嫌いすぎて全然やってないこの譜面。やばいやばいやばい。でもこれなんかまだ向こうもそんな強くないでしょ。これマジ33ぐらいだと思ってる。なんかタカタタカタタンみたいなとこリズムなかったっけ。てか、なんで今日こんな原曲でやらされんの。
ねえ、うまい向こう。よけえ。コンボさえ食いつなげ。なんでこんな著作権引っかかるさ、原曲で。てかさ、ランクマッチ、そっか、見れないのか。なんか、謎の BGM かかっちゃって、今どっちを選択してるのかわかんないっていうね。はい。これで同点になった時、コンボボーナスは俺もらえるかな。もう何何何、ちょっと最悪なんだけど。はっ、何何これ、どうなってんのこれ。はっ、だるすぎなんだけど。いやもう終わりじゃん、こんなんされたら。マジで分からんかったんけど。いや初見じゃないけども、多分出た当初以来やってないし、え、最悪なんだけど。てか俺あれロストワンと勘違いしてたし、これ何本物設定から世界バージョンか。まあ今さら遅いですけどね。ちょっと変えますか。ちょ待って、ちょ待てよ。世界バージョン、コミュニケーション、世界バージョン、世界バージョン、世界バージョン、そういう設定あるんです。あったあったあった。え、世界バージョンなってるし、は死ねよって言っちゃった。ごめんなさい。なんで、じゃあなんで世界バージョンなってなくて著作権ボーカルなってるんですか。いや絶対ゴーストロイル無理やわ。なんでわざと著作権引っ掛けようとしてる。 I am daddy。 あスナイプしちゃった三田さんと。世界バージョン、スナイプしまったわ。俺これと冒険の書が消えました。どっちがどっちか分かんない。譜面どっちか分かんない。曲は分かるんだけど、曲は聞き分けつくけど、冒険の書とどっちかどっちか分かんなくなっちゃう。あれか、すげえスライドがうざいやつか。フリック、ナイス。え、絶対勝てるよマジで。ごめんね、多分あのマスター隊じゃないよねあなた。なれーん。これさ、ランクマッチなんか両極端なんだよ。俺みたいな実力者いないからさ。あ、キモすぎ。なんでああいう譜面にしたのこれ。なんか再現、これなんかこう踊ってる再現とかなのかな。まあフルコンは取ろ。初見です、こんばんは。ステロ、ステロ、ステロイド、ステロイド天魔による。危ない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 。5K ね。ラポ、ここめっちゃ好き。聞け、ここめっちゃぐらい曲、この司くんの。あ、いけるいけるいける。危な危なフルコンだけは意地でも繋いだ。テンキーペンフォンフォーンみたいなのがめっちゃ好きやね。
ここめっちゃ天才だね、あそこの。あーゴールドだよ、ごめんな、なんかゴールド代の方や、すいませんね。どんどん行きますよ。ウィンウィンフェンウィンフォーン。まあちょっとさ、2、3粒ぐらいに液体よな、せっかくなら。ウィンウィンフェンウィンフォーン。ザコ狩り、ザコじゃないよ、あの人も。多分ね、ゴールド隊ってあなたたちより強い、あなたたちと同じくらいか、もしくはそれより上ですからね。今、三田さんと当たる可能性ある。当たりたいね。絶対に、負けるんだろうけど、当たりたいね。もうむしろ、当たったら負けだよ、俺と。これ、配信としては俺で当たったら負けだからね。他の配信者さんとかいたら申し訳ないけど。その配信何人かから後から何分何秒って俺のスナイプのところタイムスタンプ押されるよ、それ。待って、1分以上待ってる。あっち当たった?勝手にリスクつけて、しかも心臓バクバクでやらなきゃいけないからね。やべえやついる。さあ。このパターン出た。あ、アイアム。あれ?この人、今の人?ドンファインのね、エキスパートね。なんか、エキスパート30選ばれるぐらいだったら、マスター29とかやらしてほしいですけどね。僕としてはね。まあ、同じ人勝ちましょう。この人はね、そんな強くないからね。ゴールドタイヤンな。これさ、てか待って、ドンファインに関してはもう、前もランクマッチやったぞ。多分。ああ余裕だ。え、でもさ、これ三田さんでもこの人と当たる可能性あるんでしょ。かわいそうじゃない、負け確じゃん、そんなん。ワンピースいうとこのなんかワポルとエネルが対決するみたいな。待って、 しゃべんな。てねん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 てん。最悪最悪最悪。いやでもこの人ね、絶対大丈夫、負けないから。俺クリークとミホークはもうなんかあったな、イーストブルーの最初で。ちょっと舐めてた。まあ最後の方でいつか逆転できるでしょう。いやこれさ、疲れない？何時間もやってたら。ちょ、俺さ、最初の1時間ぐらいはいけるかもしんないけどさ、何十時間もやってたらなんかどんどん音。何してんの？は？こっちに聞けよ。iPad 側に聞いて。俺も何したいかよくわからなかった、今。誰今の。ランクマッチ中に突然切断されたため、今回のライブ敗北扱いだな。いやいやいい。OK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 。三田さんと当たったらもう俺は満足ですからね、今回の話に。タイトル見ていただければわかると思いますけど、三田さんと当たり次第もう終わってもいいかなと思ってるんで。アタス的には。というか腹減った、いいよそのまま、何も食わずに餓死して。餓死って辛いよな。俺さ、なんか視察とかが一番辛いと思ってたけど、あれだな、焼かれて死ぬのが一番痛いな、多分あれ。ポッキーアット270日、いいじゃん、ちょうどビタチョコとかいう曲、ポッキーっぽい。あ、溺れ死ぬやばいね。絶対さ、歴代の人にはいたんだろうね。昔のさ、もう縄文時代の方とかでさ、海とか潜ってさ、足に昆布絡まって溺れて死んだとか、やばいな、いたんだろうな、そういう人。
かわいそう。めっちゃかわいそう。愛さないように期待しないように。てかまださっきのアイアムみたいな方戦ってんじゃない俺と。てか俺のアカウントバンされたら嫌だな。このプロセガのなんかあんまこういうことばっかしてるとバンされそうじゃない。しっかり証拠にもなっちゃってるし、配信としてのもうやめよう。これめっちゃいい曲なんだよね。ここ好きのうちセンスあるね。ここなんだよな。こっからなんか俺なんか適当にやると繋がんないよ。こっからこれね、なんか適当にやると繋がるわ。危ない、ちょっとリズム違ってた。こうね。あと譜面を覚えるの大事だな。あのさ、正直特徴のある譜面とか自分の好きな譜面があんま覚えてないんだよね。エゴロックとかしか覚えてないんだよね。31とかだとなんとなく愛なんですとか、あとなんだっけ、あれなんだっけな、あれなんかジャケットがさ劇場に似てるやつ、31のあれとかはなんか右から始めないと絶対詰むよっていう箇所とか覚えてはいるから、なんとなく覚えてるんだけど、ゴーストロイルとかもマジ知らんもんな。まあ AP したことありますしね。そう、地球最後や、地球最後。さあ、はやぶん、うん、出た。こういうのね、こういうのが一番困るね。全然プライベートでもやらんし、いっちゃん困るね。うまいね。ところでそろそろ年越した。うん、全員越してるよ。お前だけやで。お前が悪いんだからね。お前が気違いみたいな譜面になるから。鏡見てみろお前。こういうのが一番困るわ。向こうも困ってんじゃない。俺でも正直28とか29いつもやってるわ。危ない。あ、もう最悪。こういう感じね。可愛い譜面してるじゃん。お、すげえ、なんかワカメちゃんのおむつみたいこれ。おむつっていうかパンツみたい。かぼちゃパンツ。チュッチュー、うまいねこの人。チュッチュー、チュッチュー、チュッチュー。これ結構最近のやつじゃなかったっけ。はいはいはい。え、うまくないこの人。やばいやばいやばい。
集中したら何でもいける。せいぜい30だろ。AP しちゃいましょうか。気持ちいいね、 AP できると。まあ勝てたからいいや。最悪。まあまあまあいいでしょ。でもあそこでもう本来の俺のポテンシャルだったらあそこでもうミスってたからね、正直。正直ね、本来の俺のポテンシャルだったらもうあそこで。アナゴさんとマスオさんどっちが好き？なんでその二択なの？両方嫌いなんだけどさ、なんでその二択なんやろ。乗らんねえその選択肢。伊田さんのスナイプしたいんですけど、いつできますかこれ。皆さんの配信覗いちゃおっかな。じゃあちょ待ってね。なんて調べれば出てくる。おん、あ、見たね。よし、ここ置いとこ。え、10時間やってんの。ひもちょっと10時間やってんの俺。冒険の書が消えましたで、グレイと7ぐらい出てるけど、本当にこの人強いんですか。待って、めっちゃスパチャ。今ぐらいいく。ちょ待って、京ザメさん、最近三田さん全然配信せんからテレクにスパチャ見ようと思って三田さん配信してよ、早速4000円投げたからこれでかぶ。ナイス。俺には4000円投げてくれへんのや。あと金づるもね。カラコね、分かってますよ、カラコね。これ来たんじゃない。ああ、ラブリー脱法行為。実質まあスナイプ成功じゃないこれ。ラブリー脱法行為様、よろしくお願いします。ラブリー脱法行為。ちょ、金鶴さんとね、いや嬉しいですね。まあ、三田さんには4000円あげたらしいですけど、僕には1000円というね。あそこは、まあ、まあ言わない約束ですけど、ラブリー脱法行為ですって。いきます。あれ俺もだけど、まさかあんま強くない？あんた。チート使ってんじゃないだろうな。 C チャンネルバロナットでチート使ってバンされてたから、ね、4ヶ月。はい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 。危な。もうコンボつなげても意味ないのか。弾角やってください。弾角ねえんだけど、もう殺手したんだけど。あれ、この人なんか強いのか弱いのかよくわからんな。最初から本調子やってれば絶対いけたな。はい、ダンダン。あれ、なんかさ、交互でできるんだっけこれ全部。結局。ちょ待って、やばい、これ怖い。交互でできるよな。オッケー。いやでもダメだ、なんか負けてるわ。
んでもう。なんかさ、謎抜けなければ絶対勝ったでしょこれ。いやマジでなんか意味わからん、なんかボコボコなっちゃった。なんかさ、謎にめっちゃ抜けたんだけど、なんでこれ。いや絶対頑張れば勝てたわ。なんかこれ何やってんのこの人。ああフューチャーイーブンみたいになってるわ。30いらないねこれ、レベル上げしよう。この人曲長いから助かった今回。よし行こう。でそろそろランクマッチ。待ってね、このぐらいか。こんなもん。いや合ってるかこれ。しいたけ誰や、最悪や、もう誰やお前、まあ、誰や。お互いちょっと、なにこれ。一応マスター隊同士の四校同士の小競り合い、こんなボコボコにされてええの俺。とっとむじかに、最悪なんだけど。これさ、もうどっちが両方負けだろこんなん。あ、なんだこの人。全然負けるぞ俺。何がおもろいねこの試合。運ゲーすぎる。ここはな。うわ勝てるかこれ。これ楽しいね、本当に。何が楽しいのこれ。楽しかったよって自分言ってるよ。ハゼミクはお互いライフゼロなんだけど、こんなことマスター隊でこんなことありえるんだ。てか何が俺最後やったことないよ。この辺で死んでるからね動画。ごめんね、なんか両方負けだこれ。どっちが勝ちとかないわ。指押しじゃないんかい。これ両方負けです。すいません。これもう一回、これね、これここごめんわ。これなんか俺勝ったみたいになってるけど、これ勝ってないわ。両方負け。スナイプするな急ぎ。ちょっと待って、見る。あ、いけるか。ちょっと待って、これいけるか。頼む。お金は大事に使ってくださいね。そして音ゲーにもお金、使ってください。頼むよ。あ、違うわ。もう無理かも。いや、これ無理だ。これ無理だ。これ無理だから、こういうことか。こういうことか。わかった。さっきからさ、こういう人いたじゃん。これ、三田さんにスナイプしようとしてる人じゃない？で、スナイプしようとしてる同士で当たってるから、お互いどっちも始めないみたいな、だからここで始まっちゃってるから。あ、なるほどね。
なるほどね。こういうことのために使うんだ。スナイプ用なんだ、あの待ち時間って。あー、分かった分かった。把握把握。見ます？三田さんの配信。冒険の書か。あー、なるほどね。スナイプ用にあの OK 待ちがあるんだ。三田さんの顔でも見といてみんな。めっちゃぼやけるやん。お前めっちゃぼやけるやんけ。柳の栗打ち返る。皆さん、ストレスで仕上がりになってるけど大丈夫ですか？あれだから本人これあれだからイメチェン成功してると思ってるから。あんまバカにすんなよ。あれ、さっきのざまあみろみたいな方。これから三田さんの配信がなかった時たまに行きます。あのさ、経済力どうなってるんですか？ちょ、第三の金づるとして、あのさ、経済力どうなってるのかちょっと気になるね。こういう方々は。なんか、音ゲーを支えるとかなんか三田さんほざいてますけど、あなたみたいな人が一番支えてますよ、やっぱ。さっきのプレートできれば入れ替えてほしいんだけど。わかる、その感じ。どういう経済力してんの？そしたら負けてない。皆さんいるってこと今。以上。さあ10時間達成まであと1時間を切っております。あと50分ぐらいですね。あと55分で1回しか行くか。ヨッシーはもう超金づる。お金は大事に使います。本当にね、大事に使ってくださいね。ここだ。相手 AP だったからね。アギスさん、またまたメンバーシップギフト送っておりますよ。もうありがとうございます。あ、無理？これちょっと遅い？ラグないでしょ？だってさ、お金大事に使いますってスパチャなんて言ったんですよ。あ、めっちゃ遅いわ。だって見て見て見て、今さ、これ見て、5秒スキップ前戻るやん。ありがとうございます。これ9分なんよ。で、あ、わかったわかった。ちょっと待って、じゃあ待って、30秒ぐらいラグあるわ。 OK、 30秒ぐらいラグあるからもうリザルト言った瞬間いこう。見た顔声すべて深い俺嫌い。なんかあれ、あのさ、太鼓の達人のウィーの2世代目のさ、なんだっけあいつ、アルミちゃんだっけ、アルミちゃんみたいなやついるんだけど、楽しい嫌い破壊、何だっけあいつ、光の彼方で戦うやつ、何だっけあれ。わかる人わかるでしょ。あのウィーの2世代目に出てくる破壊命令、そう、あいつあいつあいつおるやん、光の彼方で戦うやつ。ドゥンドゥンドゥン、はっ、ドカッカドカッカドカッカドカドカッカドカッカドカッカドドド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 ドカッカ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 ドドドドカッカ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 カッカ。俺全部覚えれる、あれ。光の彼方では死ぬほどやってるかな。全部わかるよ。あたらのなかならら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 あらら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 らしこりなってまくったって光になって少年、腐りまくった腐りまくった腐りまくった少年くん。この曲好きだわ。何見てる日に、なんちゃんちゅくでんちゃんちゃんちゅくでんちゃんバンチクペ、あちゃんちゅくでんちゃんちゃんちゅくでんちゃんちゃんちゅくでんちゃ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 ん。で音消えるっていう、この演出がいいですね。だから待ってね、ラグがあるから30秒ぐらいラグあるわ。今三田さんの配信が今12分だったもんだって。ってことは今スマホ、今だから待って、時計が分かんない。うん、30秒ぐらいラグあるわ。皆さんのメンバーギフト、何メンバーギフトって全然知らないんだけど。
何メンバーギフトって、それ何それ。リザルト行った瞬間行くよ。行け。怖いよ。今あと今9敗だから10敗に収めるためにあと1回まで負け、これは1回まで負けていいって言っちゃうんだよ。あと1回負けちゃうと後がなくなっちゃうから。キャーキャー、伝説の楽曲みーすげえ、これで、ね、しかもきたこの曲くんの絶対勝つよマジで。いやもう三田さん負けたよ、もうこの曲来てる時点で。待って、叫びすぎて脳がクラクラする。動揺してる彼。いやもう向こう負けながらこれ曲時点来てる時点で、いやもう無理やんこんなん、どうやってんねんこんなん。あっめっちゃ動揺してるやん。コンボ来たぞあいつ、俺フルコンもらうからな。化学反応起こせ。なんか今おかしくなった。ここめっちゃ好きなんだよな曲。あこれ最後あれだな、実力出るから負けたわ俺これ。あーまあいい、フルコンだから。あーあよかったおもろ、スクショしてやろうマジで。待ってスパチャ来てたよな、ありがとうね。左に勝ったらスパチャあげる。もうすでにくれてますけど、いやもう負けです、彼の負けです。もうこの曲が来てる時点でもう彼の負けです。ちょ反応見ていい、彼の。まあ向こうにちょっと行ってやってください。もう僕終わるんで配信、あと1時間ぐらいやるらしいんで。ちょ彼の反応見たいわ。ほら俺の勝ちやんな、ぶっちゃけ。ちょ待ってな、ちょ待ってな、なんか電音部の無断転載来てるから。んてかどこ動揺しちゃったね。あ、方向指定のフリックがめちゃめちゃ調子悪いんだよ。動揺しちゃったね。そう頭。これ喋って喋りながらやってて負けてたらまあ仕方ないけど、喋らずにところで動揺しちゃった。あ、終わった。動揺しちゃったね。伊田さん指震えてますよ。ちょっと俺も。俺も興奮で指が震えて、ちょっと待って、コンボ切ったとこ見よう。動揺してますね。まあ私はちょっと終わるので、ぜひ今後は皆様の方の配信をご覧になってください。もう負けだけど勝ちやから、これもうマスター対下がってないしな今日。実はちょっと下がる瞬間もあっていいかなと思ったけど、さああとは三田さんの方行ってください。それではクンクン久しぶり、てかさっきも来てたよな。
まあカラコネタとかいろいろありましたけど、本日はありがとうございました。神回に慣れたら嬉しいですけど、スパチャ成功ということで、クンクンからもおめでとういただいたということで、あとあれな、財力がすごいしたな、あのザマーミロみたいな名前の、皆様ありがとうございました。1時間もやってないけど終わりますか。ちょ待って、ちょあと3分やらして、あの1時間 ちょうどでやるわ。ちょごめん、1時間ちょうどやるからあと3分やらして、ごめんな。別に正直そんなこだわりは別にないんだけど、ちょっと1時間はどうしてもやりたい、あと3分やらして、すいませんな。三田さんのやつ見るわ。めっちゃ興奮しちゃってめっちゃ叫んじゃった。またおじいちゃん来るかもしれない、新しい新居に来ても。何がやばいってさ、ねえねえねえ、ナチョスいたら聞きたいんだけどさ、脱法ロックが選ばれる確率って何分の1なのこれさ、脱法ロックが選ばれる確率って何分の1ぐらいなんこれって。なんか噂によるとでも30以上しか出ないから、なんかまあそんなに今低くはないと思うんだけど、多分30以上が、ちょっと待って、エキスパートがまあ6名ぐらいだとして、この辺ぐらいやんな。まあ40分の1ぐらいか。じゃあ 1% ぐらいなの本当に。でもなんか 4,50 曲ぐらいあるじゃないですか、30以上がエキスパート合わせて。あ、 3,40 曲ぐらいか言うてたな。クラスの中で誰か当てられるのと同じぐらいの確率ぐらいですね。まあそんなもんか。いや神、いやこれマジでいいよ。なんかこういうクソつまらんにっこり調査されてるのとか来なくてよかったわ。これ曲自体は好きですけど、なんかちょっとこういうのはちょっと求めてないやん。脱法なのがいいんすよ。しかも2回目よ2回目よ。なんでもいいわけやん、冒険の人でも脱法ロック来てるわけですよ。そういうことですよ。もうさあ、あと1分10秒ぐらいかな。ちょっと待ってくださいね、すいませんね。ピンピンポーンよかった、楽しかった。これは切り抜いた海に沈めるのダメですよ、ダメですよ、絶対ダメですよ。あのね、三田さんちょっと多分著作権侵害としてなんか消されるんじゃないですか。三田さん公式マークついてる人はそういう機能ありますからね。ちなみにあ、てかさ、めっちゃ昔 C チャンネルの動画を違法視聴するっていう配信やったんだけど、なんか C チャンネルに申し立て食らったんだけど、なんか自動で、なんかこれは私の動画ですよねみたいな感じで、なんか Google なんちゃらみたいなやつからなんか申し立て来たんだよ、そういえば C チャンネルから。はっと思って、調子乗んなよって思って異議申し立て送信しといた。これ俺のコンテンツですけどって言って異議申し立て押しといた。 C チャンネル側に多分通知がいってるよし、オッケー、終わりますか。1時間経ったかな。オッケー、終わります。さよなら、バイバイ。気分がいい、今日は。ぐっすり寝れるわ。めちゃくちゃ気分いいわ。ああ、楽しかった。自殺点ばっか決めたな。